どうも、こんにちは。今回はこちら。ベトナムのダビディスカブト産卵セット割り出していこうと思います。タイミング的にはまだ早いぐらいなんで、多分卵が出てくると思うんですけど、まあ、一旦ね、ゼリーとかちょっとどけて。お、成虫出てきとんな。ダビディスカブト。こんな感じのカブトムシです。まあ、国産カブトに若干似てるんですけど、上から見ると全然違うでしょ。ここに突起があったりね、角の先も国産とは違う雰囲気してて、これいいカブトムシなんですよね。初入荷の時高かったよ。ドルクスグッズさんの扱いだったけど、15万ぐらいしたんじゃないの、ペアで。もっとしたかな、20万ぐらいしたかな。もうだいぶ前ですけどね。どう？おぎいぎなきょる。で、このダビディスカブトってさ、幼虫がなんか、カブトムシとは思えないような頭してて、ちっちゃいんですよ。こう、普通はね、これ胴体やとしたら、頭こんな感じで乗るじゃないですか、こんな感じで乗るじゃないですか。ダビディスカブトこんなんよ。頭ちっちゃい。それはいいんだけど。三齢幼虫ぐらいで、ほんと特徴が分かりやすいと思うから。ただまあ、産卵セットはもう国産のカブトムシと一緒。非常に簡単。あ、これ、メス2匹入れてんな。こんな感じでね。ほら。これメスもここ、ベコッとへこんでて、ちょっとサイカブトみたいですよね。変わったカブトムシですわ、ほんとに。どうやろうな、卵出てるかな。ちょっと硬くだいぶ入れてるけど、これでさ、そこの方ほら出た、もう一発や。ほら、卵一撃でしょ。まあ、2メス入れてる。若干邪道なセッティングだけど、ほら。コツ。別にないよな。まあ、ある程度ね、下垂した方がいいっていうのは、カブトに共通しますけど。ただ、ダビディスカブトとか、国産カブト、リトウカブト、ツヤカブト、カナモリカブト、この辺はもう下垂しなくても産むぐらいで、ヘラクレスとかゾウカブト、あとアトラス系統は若干下垂してやった方がいいっていうのありますけどね。まあ、そのぐらいのもんですよ。あとは温度。あえて見えるように作業していきますけど、まあこういうね、卵出てきたら、こう、一旦僕の場合は中ケースとか大ケースに卵だけ集めます。卵で割り出した場合はね。初齢幼虫とか二齢幼虫で割り出した場合は、プリンカップに入れたりとか、こういう国産系のカブトというか、簡単なやつに関しては大ケースにそのまま30匹ぐらい入れて作りにかかりますけど、まあ、卵で割り出した場合は、こうやって大きいケースにね、ドカッと入れておくと、幼虫が孵化した時、まとめて管理できるから、まあ非常に楽ですよね。で、今回ね、マットの状態がいいんで、またこのマット再セットしていきます。もうこのまま使える。ハエも湧いてないしね。非常にいい感じですよ。2メス掘り込んだが、卵むちゃくちゃ出てくんな。これが3例ぐらいまで置いてしまったら、また状況変わって、3例幼虫20頭とか25頭とか、そういう流れになるんだけど、やっぱりカブトムシなんかはもう卵で割り出すと、後継のスコアが伸びるよね。100とか普通に行く虫だから、カブトって。卵で割り出して、再セット組んで、何回かそれを繰り返すっていうのが、もう一番
数が取れます。結構飲んだ大変。まあこんな感じでね、卵入れていきますね。ダビディスカブトの産卵セット大成功でございます。このケースの中に卵をいっぱい入ってます。まあ、いちいち数えてなかったんですけど、まあ、軽く100個は超えてるかなといった状況ですね。まあ、ヘラクレスだとこうはいかないんですけど、まあ一回卵割り出したら20から30とかその辺で安定するんだけど、ダビディスカブトいっぱい産んでましたね。でまあ新しくラベルを貼った蓋をして、で卵が孵化して初齢幼虫が確認できたら、まあ、一斉に幼虫を分けていく感じですね。たくさん卵を産んでましたけど、成虫がまだ元気 でマットの状態も良かったんでね、もう一回産卵セット組んでいきます。ケースは同じで飼育ケースの大サイズ使いますけど、まあ、ある程度これぐらいかな。使ったマットもう一回入れて、でこう叩いていきます。カブトムシの産卵のコツっていうのは、まあ、ちょっとマットが湿るぐらい加水して、そこの部分硬くですね、とにかくそこの部分硬く詰めるのが大事です、カブトムシ。そこより上はある程度っていうね、力加減が非常に重要で、ケース全体硬く詰めるとあんま良くないんですけど、底を硬くで、それより上は、ま、軽く詰めるぐらいでカブトムシはいい感じですね。ま、クワガタもね、マットに産む種類はヒラタとかノコギリとかそういう傾向ありますけれども、まあとにかく固く詰めていきます。どう、こう閉まっとるでしょ、マットが。これがいい感じなんですね。ケースの底にカブトマット固く詰めましたんでね、上までカブトマット入れて、まあ、今度はある程度の硬さで叩いていくんですけど、ケース全体をね、ガチガチに固くしたら、ケース内全域が産卵可能な硬さに仕上がるんじゃないかと考えがちなんですけど、そういうもんでもないらしく、そこを固くして、それより上はもうある程度っていうのがもうコツですね、これは。それはもう昔の人はもう全部試してますから。で今出てる情報はもうどんな新しいものでも、昔の人はもう一通り全部やってます。その上で基本っていうものが成立してるわけで、そこは絶対無視できないですね。いくら俺は新しいこと思いついたっつっても、昔の人全部やってますから。今残ってる基本っていうものは、そういう積み重ねの先に成立してるものですからね、無視できないですね。まあ昆虫ゼリーと、まあ、成虫をねまた入れていくんですけど、これも交尾完了してるからね、メスだけ入れてもいいんですけど、まあその辺ちょっと雑に申し訳ないですけどね、入れていきましょうか。ゴミ入っとんな、まあ、これでねとりあえずカブトムシの割り出し完了です。やっぱり卵で割り出したら合計スコアそのものは3倍から5倍ぐらいになるんで、まあなのでそうだな、産卵セット組んだら2週間ではちょっと早いか、2、3週間ぐらいで割り出してやると、まあちょうどいいタイミングなんじゃないかなと。卵も膨らんでる状態で割り出せるでしょうし、産卵セット組んだら2、3週間。それぐらい目安に考えてください。今回はご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。
いろいろ言いましたけど、僕のやり方なんで、個人の意見ですから。まあ、あまり信じすぎず、やっていただければいいんじゃないかなと思います。それでは、失礼いたします。すいませんでした。